疲れ様です。クロスのりゅうです。夏です。よいしょはい、はい。お疲れ様でした。今日もお疲れ様でした。はい。J1 第33節、はい、ホーム、名古屋戦終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや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 、みんな今日泣いてましたよ。いや、なんかすっごいテンション高かったよね。泣いてました。いや、結構泣いたって人多かった。あ、そう。あの、試合帰りね、はいはいはい、僕たちはスタグルの片付けして、はいはい、今日も、つつの来てくれた方ありがとうございました。ね、うん、YouTube 見てますって、はい、またいただきましたし。いや本当嬉しいね。それ毎回結構最近毎回またね。そうよ。そのお声のおかげのために撮ってます。はい、いやそう。はいありがとうございます。それのおかげやね本当に。そう。でその片付けをしてたのよ。はい、そしたらやっぱいつも通りね、うん、あの今日もお疲れしたって来てくれる人たちが、ね、やっぱ今日は泣いたわとか、はいはいはい、もうついつい泣いちゃったって人割と結構いたので、はいはい、いや今日はいいゲームだったんじゃないですか。そうね、いつも最近暗くみんなが来るところも、ね、最悪やねみたいな雰囲気で、うん、クソゲームだわとか結構言ってたけど、そう今日は本当にねみんな嬉しそうでしたね。明るかったね。うん、うん、ありがとうございます。はい、はい、というところで振り返りいきたいと思います。はい、J1 第33節10月4日金曜日、はい、19時ベスト電気スタジアムですね、はい、アビスパ福岡対名古屋グランパス、はい、1-0 勝利、素晴らしい。アビスパって感じだね今日ね。いやもうそれが一番だった、うん、で、これでなんと6月30日以来、はい、勝利を、はい、6月30日2ヶ月3ヶ月ちょいよ。あそっか、そう3ヶ月とちょっと、はいはいはい、ぐらいぶりの勝利。そっか、遠かったっすよ。そうね、いや3ヶ月前の時点とかだと、うん、4位とか5位狙えんじゃねってちょうど言い寄った時期ぐらいだと思う。そう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 、言い寄ったね。多分本当ね、うん、上位進出あるんじゃないかなとかって言ってた時期ですけど、 ACL みたいな話をしょった。冗談でも言ったけど、うんうんうん、まあ、それはなかなか叶わずで、そう、ね、なんなら降格争いに巻き込まれる勢いだったんですけど、うん、なんとかここで踏ん張ったってすごいでかいんじゃないですか、ね、ね、いやいや、やっぱ本当1年戦う難しさみたいなのを、うん、やっぱ今年も味わったね。いや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 、でもまあ今日ね踏ん張れたのはでかいと思うし、うん、でかい、まあ、選手とかのねサポーターの顔を見てもなんかやっぱ晴れやかな感じ、うん、そうね、あったので、うん、というところでまた振り返っていきたいと思いますけども、はい、本当ね、まあ、11試合勝ちなしの苦しい中ですが、うん、はい、こう3連勝中の好調名古屋 を叩くというところで、はい、目に素晴らしいゲームでした、うん、じゃあフォーメーション見ていきましょう、はい、こんな感じです。ドン、はい、はい、ちょっとアビスパいつもとちょっと違いましたね。まず湯沢が大きい、うん、スターティングでね。ね、うん、でこの前やっぱりダービーの、ね、はいはいはい、アップで、ね、アップはしてたんで、うん、そろそろかなと思ったら今日スターティングメンバーで、はいはいはい、でなんかツイッターで見てたんですけど、うん、まあ記事が流れてて、うん、いやまたやったらどうしようかなっていう思いはやっぱあったらしいんやけど、はいはい、まあ無事に、うん、怪我なく終えれたっていうところは、うん、もう僕たちとしても嬉しいし、うん、まあ来年に向けてね、いやまたちょっとずつ、うん、そうね、ね、ちょっとしっかり直していきたいなっていう、うん、いやユーザーとか特にやっぱ思い切ったプレーが多いけん、ね、怖いよね、怪我明けとかは絶対。いやいや、もう今日良かったね、ユーザーね、うん、ユーザーが入ったことでやっぱ右サイドの動きとか、うん、ボール回し結構活発になってたんで、うん、まあ、そこはユーザーならではのポイントじゃないかなと思いました。ねうん、はい、はい、であとはザヘディが今日、はい、スタメンに入ってました、ねうん、ウェリントンではなくてっていうところで、はい、いやザヘディもいいとこあったんじゃない？ね、うん、ね、何個かいいシュートあったくない？うん、いや、やっぱねいいシュートもあったし、やっぱそのキックフェイント、うん、えぐい、うまいね、やっぱ本当にやっぱ引っかかっとうもん、ね、あれ引っかかるね。いやなんかやっぱ無理なんやろうね、あれって、うん、J1 クラスのディフェンスでもやっぱ引っかかってしまうよね、うん、あれね、うん、いや結構本当に雰囲気あるもんね、あのキックフェイントはやっぱ、まあ、あとオフやったけど、うん、前選手からいいねボール入ってもう一発、うん、下手したらカウンターでゴールみたいなシーンもあったし、うんうんうん、やっぱあれがザヘディの武器じゃない、まあ、良さやね、一発があるねやっぱ、うん、あそこまでしっかりこう攻め切れたっていうのが、ねうん、ザヘディの良さかなと思いました、はい、対する名古屋は、はい、3-4-2-1 ではスポナビ出てるけど、はい、なんかイメージ山中がもうディフェンスラインにほぼ入っちゃって、うんうん、で森島が中盤に降りて山岸が一個前に上がって、はいはい、4-4-2っぽくは見えてましたけども、うんそうねはい、なんか気になった選手いましたか？あの菊池選手、うわ言ったね、うん、よかったよね、うわーなんかいうまいね、いい選手だったね、なんかすごい目立つわけじゃないっちゃけど、うん、うわ今うまって思ったあれって言ったら、あ菊池かみたいなっていうシーンが結構あったなっていう、一本こう崩したのふわーっとこうね、はい、嫌なところにボールね、ズルズルそう、ね、そう入れてきてみたいな、誰やと思ったら菊池かみたいな、すごいよね、うん、っていうのが結構あった。俺は、うんうん、そうね、個人的にはそうっすね、森島はやっぱり、ね、森島よかったね、うん、だけど本当菊池、森島、稲垣の中盤がやっぱすげえパワフルやったなっていう、うんうん、あとまあ中山もね結構推進力あったし、はいはいはい、
いまいちユンカーと山岸、まあ、うまいはうまいんやけど、うん、まあ、怖さみたいなところで言うと少しなかったのかなっていう。そうね、うん、もう少しこの2枚がちょっと暴れて方がという、うん、まあ、ボールもうまく入ってこんのはあったとは思うけど、うんうん、なんかやっぱ2トップがもう少しこう活発な方がいいんじゃないかなと思ったけど、うんうん、その結果やっぱ2枚替えになってたし、そうね、でもうパトリックとか、ね、はいはい、長井が入ってからはもう蹴る展開になりましたんで、はい、いや本当そう、パトリック長井入ってその森島とかも入れ替えたりして、うんうんうん、ちょっとあんまもう中盤経由しないみたいなサッカー、ね、感じになったね、うん、まあ、前半のも悪くなかったけどね、そうそうそう、まあちょっとやっぱいまいちちょっとこう迫力に欠けるというか、うん、まあ、あと三國とかがやっぱりボール持った時になんかいいパスそんなつけれてないなと思ったっけ、そう、ね、うん、やっぱなんかディフェンスラインがやっぱりもうちょっとこうボール回しうまく関わってこんと、うんうん、ああいう押し込むサッカー難しいのかもね。うんうんうん、ね、なんか いまいち押し込みきれてなかった気がした。名古屋側が福岡を。うん、まあ、で長谷川健太にそんなチームは作れないっていう話、まあ。長谷川監督らしい。後半のサッカーどっちかというと俺長谷川監督っぽいなみたいな雰囲気はちょっとあったけど、ね。しっかり崩してみたいなチームを長谷川監督が作るイメージないけど、うん、なんかそこの違いはあったのかなと。そうね。ちょっとバケモンをうまく生かすぐらいのなんかイメージよね、ちょっとね。はい。うん、というところでした。はい、まあ以上になっております、はい、じゃあスタッツ見てみましょう、こんな感じでした、ドン、はい、チームスタッツ、ゴール支配率なんと福岡 51%、はいはいはい、名古屋が 49% で、うん、福岡がシュート14、名古屋が14、はいはいはい、枠内がシュート福岡が2、うん、名古屋が4、はい、走行距離福岡 114.299km で、うん、名古屋が 113.301km、はい、福岡がスプリント134で、うん、名古屋が107、うん、パスが福岡380の成功率 72.1% で、名古屋が462の 75.5% になっておりますということで、はい、どうかな、なんか前半だけで言うと、うん、名古屋の方がボールを支配してた気はするよね、する、うん、だけどなんか支配率多分前半だけ見たら多分名古屋の方が優勢だったんじゃないか、ちゃんとスタッツ見てないけど、うんうん、やっぱ後半ね福岡が良かったというか、うんうん、しっかりこうセカンドも拾えるようになりだしたし、うんうん、なんかこう意図が見えたプレーが ね、本当あの突然から俺やっぱ流れはあったと思う、うん、やっぱもう奥をしっかり狙っていく、うん、裏を狙うっていう意識がここ 2,3 試合やっぱすごい出てる気がする、ね、うん、きついとは思うけど、うん、でもちろんリスクもあるやん、ひっくり返される可能性もあるけど、うん、だけどそこをしっかりとやれてる気がするのが支配率にも出てるんじゃないかなっていう。そうね、いや本当さっき言ったみたいにやっぱ名古屋後半も本当に中盤経由せず、うんうん、もう前にドンやったけん、うん、まあアビスパノがその後のセカンドやったりとか、うん、ちょっと中盤経由してウェリントンとかっていうのはアビスパノの方が多かった分ボール支配率が増えたのかな、ね、みたいなね。やっぱアビスパの方が多分この2ヶ月ぐらい全くうまくいってなかった分、うん、準備してきてるというか、あ、そうだ、多分名古屋の方がやっぱりこう小任せ、うん、子に任せるというか、そうね、いい選手がおるけどね、ね、うん、あったけど福岡の方がもうそれができない以上、うんうん、やっぱりこうやってみんなでボールを蹴ってとか、ね、いやだって今日とか前島もめっちゃ高い位置取って、うんうん、あのディフェンスライン、まあ、グローリーとかから入るボールに対して、うん、もうがっつり前に取っとったけん、なんか長谷部監督としてもやっぱこの点が取れないこの状況を変えるという準備をしてきたんじゃないかなっていう、そうね、ね、うん、前島だって一回なんかウェリントンの横ぐらいにおったよ、なんか、ね、おった後半 ね、うん、いやでもそれぐらいでいいと思うのよ、うん、5バックやし、そう、ね、やっぱ、グローリーがボール持った時の逆の、ね、サイドの前島とかはやっぱあのぐらい取っていいのかなと思うし、うん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 、まあ、そこだけディフェンス5枚がうまくこうしっかりとリスク管理できさえすれば追い越す動き良かった、良かったと思いましたね、はいはいはい、というところになっております、はい、まあ、皆さんはね、はい、まあ、泣いた人もいれば、うん、まあ、泣いてないかった人もいると思いますけど、はい、本当に勝って良かったなと思いました。良かった、本当良かった、はい、うん、はい、じゃあ今季節の、はい、CVP を発表したいと思います、はい、皆さん予想してると思いますが、はい、多分違います、はい、今日の CVP は、はい、ダブルデーン、長石宮田代グローリー、いやーちょっとごめんなさい、お題付きと思ったでしょうね、うん、皆さん思ったでしょう、うん、はいはいはい、いやいやでも、うん、いや俺はちょっとやっぱお題付きのゴールもちろん素晴らしいよ、よかった、ね、あれはもう、まあまあ、ちゃんとあそこでよく抑えた、ね、待ってたし、うんうん、あれゴール決める技術も素晴らしいんやけど、うん、やっぱりこの苦しい、ね、うん、点が全く入らずに、うん、勝てない期間も、うん、ずっと我慢してゼロで抑え続けた、うん、やっぱこの4枚を俺と褒めたいなと思って、ね、いやすごいすごい、
今日も長いしめちゃくちゃスーパーセーブあったし、うん、でやっぱグローリー田代美和は当たり前にシュートブロックやっぱしっかりしてたし、はいはい、なんかでやっぱ裏抜かれるシーン今日何回もあったけど、うん、やっぱ最後まで粘って粘ってやし、うん、でしかも多分、お題付きのゴールは多分アシストグローリーやグローリーないねそうやな、うん、やけんもう本当にもう守備もしっかりやるし、うん、攻撃の時には前に出ますと、ね、ロングスローは美和が投げますと、うんうん、でしっかりやっぱねこうゼロを貫き通したアビスパ、うん、素晴らしいと、うん、すごいね本当に、うん、やこれがないと勝利すらなかったわけですから、うん、まあ本当にここ2試合ずっとしっかり守備続けてきたそう、ね、勝てない中でも切らさずに続けてきた、うん、守備陣を俺は今日評価したいやすごいまあまあアビスパって全員攻撃全員守備やけん、まあ、全員のあれではあるんやけどやっぱ後ろからしたらさいや そうよそろそろ決めようってやっぱこう、ね、なる気持ちは絶対ある中で、うんやっぱねこらえて守ってくれた3枚ね、うん、もう最後までこらえてこらえてこらえとるけどねなんかすごい文句言ってる雰囲気もないしねないじゃんねこの3枚はわかるわ、うん、あの3枚はもう本当自分のできることをさ精一杯やってますからそれだけなの、うん、ちょっとお題付きにもしたい気持ちもあるけど、うんまあ、今日あえて俺目線を変えて、うん、やっぱこのディフェンス4枚ディフェンス3枚とゴールキーパーいや長石はもう突然から良かったけどねずっと良かった、うん、いや本当に長石の好セーブがないと今日だって何本決められそうか危なかったね、うん、そういうシーンもあったんで、うん、本当に今日4枚本当におめでとうございます、はい、はいというところでじゃあ、うん今日今節終えた順位表になっております、はい、こんな感じですドン、ねはいうん、本当に皆さん今日もありがとうございました、長い動画ご視聴いただきありがとうございました、皆さん、コメント高評価ぜひよろしくお願いします、はい、お願いしますではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ。